動力でナルトに何かしたのか。カラスが出てくるんだよ。お前はすでに現実の中だ。お前に俺の力を分けてやった。その力使う日が来なければいいな。この感じ、神羅転生。くそ、また勝手に。アテラスじゃないのか。待てます。待てます、外した。あのカラス、お前のだな。侮っていた奴は普通の奴とは明らかに違う。そういうことか。待てます。もう俺は操られてはいない。新たな現実をかけた木の葉の里を守れば、俺の万華鏡シャリンガンにこうして出てくるように細工しておいたものだ。カラスの左目に仕込んでおいた内葉止水、最強現実ことあまつかむ。じゃあ止水、内葉最強の現実使い、瞬身の止水か。木の葉を守れという現実を止水の目に仕込む。まさか自分自身にかけることになるとは。なんでその目をあんたが持って。自己犠牲、影から平和を支える名もなき、それが本当の死。止水が俺に教えてくれた。その目とともに死んだように見せかけた。俺も里の疑惑を受けることで、その目を止水と同じ気持ちを持っていた。お前には俺の残したサスケが里の脅威になった。目を預かった者として止水の気持ちに反したことに。サスケは俺の目を移植すると直した俺の目にこうして、お前からカラスが現れ、サスケにことあまつかみをかける。木の葉を守れと。初めからサスケにその術をしながら。止水の万華鏡は再発動まで十数年、千住柱間のチャクラではない限り、サスケには俺の死を利用していろいろとしてやりたいこと。信頼してくれてありがとう。もう心配ばかりしなくていい。あとは俺に任せてくれ。お前のような友を持てて。止水の目まで、ますます僕に運が回ってきた。神羅転生。どこだ。神羅転生。ラリアット、ガキど。吸収してやがんのか。人間どう。これって何なんだ。この術は知らねえぞ。だー、そうだ、忍術を吸い取るってさっき確認したばっか。地獄道。何狙ってんだ一体。殺して地獄道で魂と肉体を隠し、さて他にどんなのがあったっけな。くそ、やっぱ何も答えてくんねえのかよ。修羅道。からくりの鎧を召喚したのか。お茶、まさにいろんな手を使う術が飛び交う。スサノオ、助かったってばよ。サンキューイタチ。なんだこの人情は。はっきり言って無茶強えじゃねえかよ。死体操ってるんじゃなく本人だから、力も動きも桁違いだ。地獄転生。来るぞ。なんだあやよ。あの黒い玉、相当の引力があるようだ。ナルト。何？食らって終わりなら、お前はなんで生きてる。
この勝負って笑ってる場合じゃねえんだよ。すげえ力で引きつけられんだぞ。状況じゃうまく中央狙えねえ。狙わなくても当たる。中央からのこの強すぎる吸引力を弱はいや死ぬ。まさかの魔術だ。すまない、戸塚の剣だ。忍術を帯びた剣だ。すぐに封印する。何か言い残すことはあるか。俺は師匠のところへ。お前の物語を見ておくと、お前は三部作目の完結編に完璧だった。二部作目ってのは大概打作になる。じゃあ、そろそろとっておきを出すしかない。ここに来る途中に江戸天聖のやつとさっき言ったはずだ。どんな術にも弱点となる穴が必ずあると。どうだ、俺が止める。さっきも言ったはずだ。明け分身の術、キュービチャクラモードの使い。一人で無理しようとするな。全部俺が引き受ける。それが俺の役目なんだ。お前は確かに前とは違い強くな。お前を嫌っていた里の皆がお前を慕い始め、仲間だと思ってくれるようにな。お前は皆のおかげでここまで来られたと言って、力をつけた今他人の存在を忘れ、おごり子に執着すればマダラのようになっていくぞ。お前の父湊がほかげとしてあったのは、母クシナや仲間の存在があったからこそだ。お前の夢は確か父と同じだった。になった者が皆に認められるんじゃない。皆から認められた者がほかげになる。仲間を忘れるな。俺はイルカってのと約束してんだ。大体お前を守るってな。ダダをこねるな。俺にとってお前はな、大切な生徒の一人、そして弟のようにも思ってる。十数年は役に立たない。お前は止水の目以上のものを持ってる。止水と同じ心だ。止水が渡したかった本当のものはそれだ。今ならあんたも直接サスケに会える。今度こそ。いや、俺は一人で何でもしようとし失敗した。サスケはお前に任せる。ただ強いってだけの忍びじゃないな。キラビ、ナルト、タロ、イタチ、俺たちも行こう。ビーノちゃん。